渡っている間、振り返ってはいけない橋、がある。その橋は山あいの川に架かった古い橋で、この辺りではなかなか有名な心霊スポットの類だ。時代はまちまちだが、何組かの男女が心中場所として選んだ橋だとかで、カップルで行くと破局する、というお決まりの噂とともに、橋を渡っている最中に振り返ると、男なら女の霊が、女なら男の霊が立っていて川底へ引きずり込まれる、という、ありきたりな怪談話がまことしやかに語られている。というわけで、見に行くことにした。午後の講義を終え軽く食事も済ませてから、ビニール製の白い安カッパを着込んで愛車の家具にまたがり出発した。その日は朝からしとしと小雨が降っていて、目的の橋は少しばかり川を遡った上流域に、新道と旧道をつなぐ形でかかっている。時刻は夕刻。まだ日は落ちきっていないはずだが、曇天の下、あたりは真っ暗でさらにかなり濃く霧がかかっていて、車通りの少ない山道と相まって、いかにも何か出てきそうだ。途中、小さな町を通り過ぎてしばらく走り、大学近くのボロアパートを出て1時間弱で、目的の場所に到着した。橋から幾分手前の路肩に家具を止めて、そこから歩いて現場に向かう。川の向こう側には旧道と、今は使われていない廃線、廃駅があるらしいのだが、いかんせん、霧と暗すぎるため全く見えない。ここら辺りの谷は深く、川は水量も流れもあり、景観のいい渓谷として観光パンフレットにも載っているのだが、それはよく晴れた日の差す時間帯でのことで、現在はただの炭を使いすぎた水墨画だ。夜中、小雨、霧。足元からザラザラと水の流れる音がする。時刻、雰囲気とともにシチュエーションとしてはとても良い。家具を橋の近くに止めなかったのも、心の準備もあるが雰囲気を壊したくなかったからだ。短期での心霊スポット巡りを趣味かライフワークとしている身からすれば、そういったお膳立ても大事だと思う。暗闇の中を歩く。遠くに街灯はあるがあまり役に立っておらず、もし懐中電灯がなければ文字通り一寸先は闇だろう。その闇の中、目の前に手すりに錆の浮いた赤茶けた橋が、おう、と浮かび上がった。車が一台ようやく通れるくらいの幅の狭い橋。長さは70メートルくらいだろうか。川幅いっぱいに緩くアーチを描いている。橋のたもとに光を向けると、欄干のもとに、見返り橋、と彫られているのが見えた。その瞬間、膨らんでいた機体がわずかにしぼむのを感じた。橋の名前がそのまま、見返り橋、だとは思っていなかったのだ。その土地の名前や形状から後付けで、そういう場所、にされてしまうことはよくあることだ。例えば、七子峠という名の峠にまつわる怪談話があったが、よくよく調べてみると元の名は、七の瀬峠、であり、怪談話で語られるような事実は全くなかった、だとか。この橋も、もしかしたらそういう類の場所なのかもしれない。見返り、という言葉のみが先走って生まれた心霊スポット。ただ、まだそうと決まったわけではないし、まだ何も検証していない状態で自ら意気消沈してしまうこともない。そう思い直す。とりあえず、橋を渡ってみることにした。向こう岸は暗闇と霧に煙、うっすらとしか視認できない。欄干から下を覗き込むと、数十メートル下を黒い色をした塊が音を立てて流れ下っている。たとえ心中話が作り物だったとしても、吸い込まれそうな雰囲気がある。もし飛び降りれば普通に死ぬだろう。橋の中心まで歩いてきたところで一度振り返ってみる。誰もいない？何もない。例えばホラー映画などでは、気配を感じ振り返るがそこには何もおらず、ほっとして視線を戻すといた。という手法がよく見られるが、今回はそういうこともなかった。とりあえず、何度か振り返りながら橋を渡り切ってみた。やはり何も出てこない。いつものことだが期待していた分だけ落胆もある。
向こう岸にはもう使われていない線路と旧道が並んで、山の斜面にへばりつくように伸びている。線路沿いに懐中電灯の光をはわしていくと、幾分向こうの方に廃駅のホームがうっすら確認できた。せっかくなので戻る前に廃駅の方も見ていくことにした。別にこの駅に関しては何の噂もないのだが、もののついでだ。駅舎は木造で、床には小石や落ち葉や木くずが散乱し、壁はところどころペンキが剥げ、黒ずんだ木の色がむき出しになっている。そうした風景に懐中電灯の光を向けつつ、切符も買わずに改札を抜けた。よさめとキリトが降りかかる駅のホームに電車を待つ人の姿はない。すぐそばにとても座れそうにないボロボロの青いベンチが並び、線路には背の低い雑草が生えている。ただ、まだ古びきってはいない。ところどころかすかに残る人の名残に背筋がピリピリする。いい雰囲気だ。そう思った。なんとなく、手にした懐中電灯の光を消してみる。暗淡とした空には月も星もなく、対岸のぽつりぽつりと立つ街灯が唯一の明かりだが、こちらには全く届いていない。かざしたてさえ、よく見えない。何が出てもおかしくないと言おうか。たとえ今ここに電車がやってきたとしても、驚いて腰を抜かしつつ、頭の隅で納得するだろう。というか、ぜひやってきてほしい。そうして、できれば乗せてほしい。そんなことをぼんやり考えていると、山の向こうからかすかに車の音がした。一台、こちらにやってきているらしい。しばらくすると、対岸、霧の向こうの振動にヘッドライトの光が現れ、橋のたもとあたりで止まった。ああ、と思う。そういえば、ここは地元ではそこそこ有名な心霊スポットなのだった。エンジン音が止んでヘッドライトが消え、代わりに車のライトよりも細く小さな光が点灯した。懐中電灯。ドアの開く音と話し声。川を挟んで距離も結構離れているのによく聞こえる。どうやら若いカップルが一組、肝試しに来たらしい。懐中電灯の光が橋を渡っていく。途中で何度か振り返りながら、その度に、キャーキャーと黄色い声が響いた。ここで気を利かせて駅舎の陰に隠れてやればよかったのかもしれない。ただ、別にこちらが悪いわけではないし相手が悪いわけでもない。たまたま白いカッパを着ていたこともそうだし、懐中電灯を消したままにしていたことも、霧が濃かったのもそうだ。いわば、間が悪かった。一瞬、懐中電灯の光が体をかすめていった。男の声がして、黄色い悲鳴の色合いが少し変わった。動揺しているのか。光が戻ってきてこちらを照らした。霧のおかげか、あまり眩しくはない。そのままじっと、照らされるまま照らされた。何か気の利いた反応をした方がいいのかと考えているうちに、本物の悲鳴が上がった。まず高い悲鳴、それにつられるように低い悲鳴。懐中電灯の光が逃げるように橋を戻っていく。バタンバタンとドアが開いてしまる音。ヘッドライトが点灯し、ものすごい摩擦音をさせながら、車はあっという間に走り去ってしまった。しばらくしてから、自分のライトをつけてあたりを確認する。もしかしたら近くに別の何かがいたのかもしれないと思ったのだが、期待に反して何もないし誰もいない。どうやら自分はあの二人のデートの邪魔をしてしまったらしい。まあしかし、夜中にここに来たということは、人でない何かに会いに来たということだ。希望が叶って羨ましい限り、自分は劣気とした生きた人間だが、あの二人にとっては、見返り橋の脇の廃駅に出た謎の幽霊、に相違ない。彼らは見たのだ。幽霊を、全くもって羨ましい限りだ。その後、もうしばらく廃駅に入り浸り、廃線を少しばかり歩き、見返り橋を何度か往復したのだが、結局何も出なかったので帰ることにした。家具まで歩いて戻る。霧は晴れる様子がなく夜の渓谷を包み込んでいる。エンジンをかけ走り出す直前、最後に橋の方を振り返ってみたが、やはり何も見えはしなかった。アパートの自分の部屋に戻ると、
しばらくして隣の部屋の吉が、後輩の銀橋と一緒に酒とつまみを持ってやってきた。お前、また行ってきたろ。分け知り顔の吉が言った。そうして期待に満ちた表情をしている銀橋と共に、今回はどうだったのかと聞いてくる。ありのままを話してやったら、ゲラゲラ笑われた。